こんにちは。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 チーム講談社。入社したんですか。チームマガジンとかでしない。まだ確かに実質講談社の人一人だけ。そうですね。今日はアドミさん。はい。今日はですね。はい、まあやっぱりみんなの食習慣からこう何か。皆さんの健康につながるような情報を発信できたらいいかなって思ってまして、はい、で端っこにいるのが一応マッスルグリルなんですけど初めての方もいるかもしれないそうかそうか、はい、でこの、ね、髪の色が、独特な色のスマイル井上が一応あのスポーツねやってますよねそうですね、うん、あそっから行くんですか、うん、コンタクト競技っていうんですかねまあまあまあそうかもしれないです、ね、それで体重制限もあって、はい、毎回練習をしなきゃいけない、はい、パフォーマンスを発揮しなきゃいけないからまあ若干その食事を制限せざるを得ないような競技ですよね、うん、そうですね節制というか、まあ、気は使ってますよね、うんうん、で、はい、自分がシャイニーアザミって言って、まあ、一応その何これボディメイクをねなりわいとしてるわけなんですよなりわいとしてますね、うん、だからまあどっちかというと競技っていうよりはまあ生活習慣の集大成をステージで見せるボディーコンテストに出るみたいなもう食事がもう絶対に食事がかかってきますから、ね、そうそうそう絶対的に、うんはい、でこちらのお二人が、はい亀先生漫画家さんなんですよ、はい、で別にそんなねトレーニング最近始めたけどそんなもうめちゃめちゃ昔からこうトレーニングやってるっていうわけでもなくて、はい、食事もね、まあ、見ての通り細いからそんなにストイックにね、ダイエットとかも多分そんなやってない状態、はい、で新しくその亀先生の、まあ、漫画をチェックしたりする担当の時さん、はい、時です、うん、時さんも、まあ、要は会社員ですよねまあそうですね一般的なそうです、ねうん、だから多分一番気になる俺が食生活っていうところなんで、はい、そうですね確かに、はいはい、だから時さんの食生活からこう健康につなげていきましょう今日はいいです ね、まあ、それぞれのまあやっぱシャイニーと自分に関しては結構食生活話しちゃってるんで、うん、で亀先生についても聞いたと思うんですけど、うん、亀先生最近食生活どう変わったとかあとトレーニングどう最近してるのかなとか、うん、この前の続きとかねあとトキさんは今日初めましてなんでそうですね、はい、トレーニングしてるんですかとかあと普段どういう食生活してるんですかっていうのをお二方中心に聞いていけたらな、うん そうですね、そこに多分なんか健康とかダイエットとかにつながるヒントを視聴者さんもあるんじゃないかと思いますねっていうところで、うん、じゃあどうしますか。え、亀先生から来ます最近。そうですね。最近の亀先生。最近の亀先生どうですか。そうですね。はい、去年の10月くらいかな。からジムを通い始めて、まあ週1でずっと通ってたんですけど、はい、ただ4月今年の4月にその緊急事態宣言の影響でジムが休業しちゃって行けなく、閉まっちゃったんですか。そうなん、閉まっちゃったんですよ。はいはい、で全く運動できない期間が2ヶ月ぐらいあって、で今月やっと再開したので。はい、それでまた通い始めたっていう感じになります。で今までこう基礎代謝1000いくのを目標みたいな感じにして頑張っていて、はい、でちょうどその4月最後に行った時に測ったら1000いけたっていう。お、半年くらいかけて、うん、そうですね、お、はいはい、でその1ヶ月前の3月の段階では1000いかないみたいな段階で、まあ、ちょっとずつ上がってはいたんですけど、はいはい、でそこで休みになっちゃったんで、でこの前行った時に1週間前測ったんですけど、そしたらやっぱりまた1000いかないぐらいに戻っちゃって、じゃあやっぱ筋肉量がちょっと、そうですね、ちょうど3月ぐらいの体と同じ水準に戻ってたみたいな感じですね。そうか、継続することの大切さが分かりますね。いや本当そうですね。でやっぱり体にも不調出てたりして。マジっすか。はい、まあ、その帯状疱疹っていうのにかかったりもしたんですけど、はい、まあ、それはあの関係があるかどうかは分からないんですけど、はい、運動しなくなって2、3週間経った時に、あ、本当にもう家出ない生活になっちゃって、はいはいはい、家の中でずっと座りながら絵描いてるみたいな状態だったんですけど、そしたらあの帯状疱疹っていう、 こう湿疹が出るやつなんですけど、はいはい、あの脊髄の中に水疱瘡のウイルスが潜伏してて、うんうんうん、まあ、多くの大人がそうらしいんですけど、で、はい、免疫力が下がった時にそのウイルスが出てきて、こう湿疹が出てきて神経を傷つけちゃうみたいな病気らしくて、はい、でさっき話を聞いたときに井上さんも全く同じタイミングでなったっていう俺も対処方針に悩んでてそう、さっきびっくりしましたけど、そうですね、はい、まあ、やっぱ免疫力なんか下がっちゃう、はい、できてたんだなっていう感じ で、ね、痛かったですか。痛かったです。寝るのもちょっときついぐらい。いいね、言いますよね、はい、痛みでじゃ気づいた
そうですね、なんか痛がゆいなって思ってて、最初はなんかこう虫刺されとかかなとか思ったんですけど、はいはいはい、だんだん増えてきたんで、はい、増えてきて痛くなるっていうのが特徴らしいんで、はい、それで病院に行ってもっと早く来てよって言われた、ね、ちゃったぐらい。時間勝負って言いますよね。そうなんですよね、なんか神経を傷つけるウイルスらしいので、はいはい、ほっといちゃうと後遺症みたいに残って、ね、痛みがずっと残っちゃうらしい。それは怖いね。怖いですよね。一刻も早くだから薬飲んだ方がいいっていうふうに言われて、ね、自分は痛み出なかったんですけど、はいはいはい、でもやっぱ体の半分が出るんですよね。そうですよね。どっちですか？こっち側に。あ、こっち。俺も右だ、はい、右側が胸の下と背中とかに出て、ね、気づいてよかったですね。気づいてよかったです。気づきにくいのが多分危ないところだと思うんで、あ、そうですよね。視聴者さんも確かに今同じような、はい、え、もしかして私体調方針かもってね思われた方はすぐに病院、一刻も早く病院行った方がいいと思います、ね。はい、まあ、そんな感じで、まあ、病気的な不調も出たし、はい、あとは今まで肩こりすごい悩んでたんですけど、で運動するようになってからあんま気にならなくなってきてたところで、運動しなくなってから急に痛みに気づくみたいな、うん、あ、どちらかっていうと運動してた時の調子の良さを感じるというよりは、運動しなくなってからの不調にすごい気づかされたみたいなのが、それすごい話だな、今回すごく感じたなって気がしますね。なるほど。じゃあもう運動をもう続けなきゃいけない体になってきちゃった。そうなんですよ、うん、なので今回6月からジムが再開したんですけど、もう早く行かしてくれみたいな、あ、すごい、そんな感じになってましたね。ご自宅ではなかなかできなかったですか？そうですね、あのダンベル家にあるやつでやったりはしてたんですけど、やっぱ今までやってた負荷とは違ったりするので、ね、なかなかできなかったですね。そうかそうか。なのでこれからまあ失った筋肉を取り戻して、おー、すごい頑張っていこうかなと。もう考え方が頭がビルダーになったと思います。え、あの食生活はどうだったんですか？そうですね、本当にあの休んでた期間、どんどん体重と体脂肪率と筋肉量が全部減ってったみたいな感じで、うん、動かない上に動かないからお腹が空かなくて食事を取らないみたいなのが増えちゃってたので、最近は本当に何だろう、ヨーグルトお茶碗一杯で結構お腹いっぱいだなみたいな感じなんですよ。やっぱこれね、痩せ型の人の特徴ですよね。そうそうそう、そう、はい、だからそのまあある意味体と脳がリンクしてるんだよね、はい、動かなくなったら食べなくなるし、動いたら食べるようになるっていう、まあ本来のね、あの本来なんだよねこれがね。で結構やっぱ今はね、普通は動かなくなってその分食べちゃって太るっていうのが多いけど、亀先生の場合動けなくなってその分やっぱお腹も少なくなって食べる量も減ったから、だからまあ多分全体的に体が小さくなっちゃってるみたいな感じ。 それがまあね、自然ではありますけれども、やっぱ健康のことを考えるとね、本当はもっと動いてその分栄養のあるものをしっかり食べて、で代謝も上げていくっていうのが本当は一番ね理想ですよね。そうですね、これからそういう生活に戻していきたいなって思ってます。その動かなくなって食べる量増えて太っちゃったみたいなのは、時さんがそうなってる。そうみたいなんですよね。みたいですね、はい、いや本当にもう初めましてでこんなお話するのちょっと恥ずかしいんですけど、この自粛期間といいますか、はい、あの緊急事態宣言だったりを経てですね、僕この1年で13キロぐらい13キロですか太っちゃいまして、はい、でも1年だから。そうですね、まあまあそうですね、月1キロペースだったら気づかない。確かに確かに、13って聞くとあれだけど、はい、1キロがね、毎月1キロずつだったら意外とすんなりと、うん、だけどこっからマイナス13キロって元々どんだけ細かったんだ。今ちょっと黒い T シャツで隠してるんですけど、まあ、結構脱いだらひどいもんで、脱いだらすごい、いや脱いだら逆にすごい、逆にすごい。体重が結局何キロになったんでしょうっけ？今73キロになりました。73キロ、はい、身長が身長175センチで、かなり痩せ型でした ね、 あそうだね。で今の時点でも結構そんな太ってる標準体型ぐらいではない。いやそうですかね、痩せてた頃っていうのは特にダイエットしてたわけではないんですよね。特にしてなかったんですけど、その時の生活習慣が作り上げた素の体だったって感じですか？そうですね、あと大学生の時あのダンスをちょっとやってましたので、はいはいまあ、それでこう多少運動はしてたのかなとは。4年間やってたんですか？4年間一応やってました。ごめんなさい、東大ですか？あ、いや全然違います。高台者の人みんな東大しかない。あの内田 P だけです。内田 P です。吉本さんも東大ですもんね。あ、そうですね。はい、ちなみにどちらなんですか？あ、僕は滋賀内慶応義塾大学。え、すげえじゃん。すげえじゃん。そう、慶応大学でしょ。そうですね。もういや皆さん講談社といえばね、やっぱそういうもんですからね。すげえじゃん。
K の血を継いでる方が。だからもう俺たちが想像してる以上にもうだから華やかな世界なんです。いや僕はだから想像しましたよ。いや僕はもうなんかオーラから東大かと思って。いやでも K1 でもめちゃくちゃすごいね。すごい方、もうすごい方ばっかりいないですから。全然でございます。あ、ごめんなさい。でも戻るんですけど、はい、その細かった頃はじゃあダンスも結構たしまだやってた感じで。なんかそんなにこうハードにやってたわけじゃないんですけど、まあこう毎日大学の授業終わった後にこう練習があってみたいなリズムがあったような気はしますかね。KO ボーイ、ダンス部 KO ボーイってもうクソほど遊んできましたよ。まあ結構クラブでこういう感じで、でしょうでしょうね。それだけじゃないですか。いやでもなんかね、その生活習慣は運動がやっぱりあったから痩せてたって感じ で食べるものもまともだったんですか、その時は。その時が、いやでもその時はどうでしょう、飲み会とかも多かったですし、不思議だよね、そこが。なんか若いと太りにくいとか俺あんまりありえねえだろうとか思ってたけど、なんかその気持ちで乗り切っちゃうのかな。でもやっぱり大学のキャンパスまで通うのに、まあ、今の状況とはちょっと違いますよね。そうですね。かつやっぱり、まあ、動いていろいろ足で移動して、でも部活もやって、で夜もクラブで踊りまくってるわけですから。集団クラブとかってありました？集団ですか？集団会クラブに行くとか。いやでも本当にそんなには行ってなかったですかね。一番多い時って週2とかそのぐらいです。そうですね、はい、そんなじゃ痩せないでしょ。ちなみに学生時代バイトとかしてたんですか？バイトしてましたね。何やってたんですか？あの居酒屋で、はい、大変だからね、居酒屋。大変ですよね、絶対。居酒屋の方なんで絶対大変だろうな。はい、足蒸れまくったでしょ？あ、蒸れまくりましたね、本当に。はい、ずっと立ちっぱなしで。どこでやったんですか？僕、あの、実家が横浜の方なので。あ、横浜なんですか？はい、横浜駅付近の居酒屋で働いてました。忙しそう。そうですね、結構。そんな時さんは、はい、食生活自体はあんま変わってないですか？食べてるものは、あのラーメンとか、はい、ちょっとジャンクなものが好きなんですけど、やっぱ食べてるもの自体は変わってないんですけど、はい、やっぱ運動する機会が減っちゃったからこのありさまなのかなとかは。やっぱ世に言う、まあ、典型的なコロナ太りなのかもしれないですね。本当にひねりのないコロナ太りかもしれないんですけど。いやだけどそこの1年で13キロ増えたっていうのが俺はそこに何かあるんじゃないかと思ってて、はいはい、3ヶ月で十何キロ太る人だっているのよ。うん、それは多分もうめちゃめちゃ食生活が荒れた。それこそコロナ太り、うん、はい。でこれっていうのはその1年に月1キロペース体重増えるっていうのは実はフィジーカーもそうなの。フィジーカーもオフが長ければ長いほどオフの体重が増えてくる。だからまあ俺なんかは結構増やさない方なんだけど、トップの選手とかでもやっぱ月1キロペースやっぱ増えてくる。まあ、元気さんとかもそうかもしれない。そう、元気さんも100キロいかないぐらいですねって言ったのが、翌月だったら100キロいきましたみたいな、ね、うん、感じだったりしましたもんね。だから、まあまあ、まあ俺たちは意図的に増やす人結構いるんですけど、はい、その要は多分 そこにあるんじゃないかと思うんですよ、はい、あの多分気づいてないの本人も。だから何が変わったのかっていうのが、ね、そうですね。運動してないってだけで、うん、確かに。だって俺だって例えば今運動をやめて食生活そのままだったら多分同じペースで太るから、うん、ちょっとずつちょっとずつ、うん、おっしゃる通りで本当に気づいたらあれ太ってるみたいな感じだったんで、はい、しかも多分健康的だよね、月1キロずつ太ってそうですね、一気に増えるよりかは、うん、あのそこまであれですけど、うん、あの今講談社さん、はい、ただその部署とかにもちろん人によると思うんですけど、リモートですか、ほぼ。リモートワークにすることも多いんですけど、はい、まあそうですね、うちの部署とかは多少結構出社はしてるかもしれないですね。あ、そうですか、はい、例えば原稿受け取りとかだったりっていうのはやっぱり直接行かないと、はい、そうですね、はい、できないので、まあ、アナログの先生は特にそういうことがあったりしますね。そうです、打ち合わせとかは大体あの電話だったりとか、はい、リモートでやらさせていただいてます。そうですね、うん、お家にいる時とか普段どういう食生活されてるんですか？なんか僕日に2食しか食べないんですけど。あ、そうなんですか、はい、はい、大体こう編集者ってこう朝がそんなに早くないので、はい、まあ、昼前ぐらいに起きてお昼にちょっとコンビニ弁当食べて、うん、で夜夕方ぐらいにちょっとラーメンいただくみたいな感じですかね、平均的に。そうなんですね、はい、でも多分大学卒業したばっかりの人とかそういう生活なんだと思う。多いと思いますよね。うん、そうか、それで
まあ、それは学生ぐらいの頃からあんま変わんないような変わんない気がしますね。あの、まあ、当時は実家にいたので、うん、あ、そこそこ、はいはい、朝昼ご飯は、はい、まあ、お母さんが作ったものを食べてたんですけど、はい、夜はやっぱりこう居酒屋とかで食べてたんですかね。あ、じゃあ太り始めた1年前と比べてどうですか、あんまり変わらないですか。それはあんまり変わんないのかな。じゃあやっぱ食事の内容とかあまり変わってないけれども、うん、やっぱ生活なんですかね。それで13キロ増えたんですかね、うん、1年間で。運動しないっていうカロリーがつぼりについて、そうかそうかそうか、月1キロって確かに現実的な現実的ですよね。そうなんですね。健康的に太ったんだよ。まあ本当にだから1日多分300キロぐらい消費したのがゼロになったからっていう感じでちょっとずつ蓄積されて、それがもうつぼりに積もって1年間で13キロになった。うん、だストレスで太るとはまた全然違う太り方なんで、ストレスでバッて食っちゃってとかそういうことじゃなくて、はい、ノンストレスで太っていくっていう。そうそうそう、はい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 、そうか。なんか太ってから、はい、風邪ひかなくなったんですよね。なんかわかんないです。こういうのってあるんですか。あるあるある、ありますか。健康的じゃないですか、逆に。健康的なんだよ、はい、こっちの方がいいんですかね。なんかもしかしたら要はだから体脂肪とかめちゃくちゃ少なかったのかもしれないです、もしかしたら。あ、そうなんですね、はい、で際限なく太り続けて今後例えばここから1年後にもう10キロ増えたらまずいかもしれないですけど、はいはいはい、ホメオスタシスっていうのがあって、うん、なんかその自分 の, あの遺伝子が決めた大きさっていうのがあるんですよ、うん、だそこに今多分いい領域に踏み込んだのかもしれない。へ、例えば分かんないですけど、お父さんお母さんの体型とかが、そのすごい痩せてるとかいうわけじゃないければ、うん、そっちにやっぱり働いてると思うんですよ、ね、そうですね、どっちかというと両親ともぽっちゃり系ではある、うん、へえ、はい、そうなんですね。まあそういうのも含めて、うん、もしかしたらっていうのはあるね。じゃあトキさんのあるべき姿になりつつある、うん、逆にだからこれ以上はバーンとか増えないかもしれないし。そうだね、止まった感じはあるんですか、うん、もう増え続けてるんですか。そうですね、いや、はい、一時期75キロ超えちゃったりもしたんですけど、はいはい、なんか気づいたら73とか2とか。じゃあそこが今もう、はい、結局甲状腺の、ね、今ちょうどいい位置というか、うん、保とうとしてる、うん、なかなか減りもしないし増えもしないかもしれないですけど、はいはい、まあ、それで健康的であればいいかもしれないですね、うん、あとはやっぱ、ね、身長に対しての、まあ、一般的に見られる BMI とかっていうと、うん、多分ちょっと経費満ぐらいな可能性はあるんで、うんうんうん、そこら辺はねぜひ筋トレをしていただいて、なるほど、週に1回沼を食べていただいて感じでやっていけばめちゃくちゃいい感じになるんじゃないですか。でも確かに健康キープしたままちょっとこう体かっこよくなったら理想系かもしれないですね。一番いいですよね。あ、でもなんか多分そういう方多いですよね本当に。いやだからその時さんぐらいの方なんかは、はい、多分1日2食とか1食の人多分いっぱいいると思うんですよ。うん、俺も確かにそういう時期あったんですよ、はい、気づいたら食ってなかったみたいな、はいはい、長すぎて仕事が、うん、その時はガリガリだったんですけど、やっぱその後そこの仕事辞めたら体重増えましたもん、ガツガツと。だから、まあ、そういう時期なんですよ、ただ単純っていうことだと思うんですね、うんうん、まあ、筋トレもしするなら、あ、漏れなく自分の、プロデュース入りますね。心強い。自分も相談しないと、ぜひぜひちょっと検討したいと思います、はいはい、でもやっぱりね、まだお若いですけれども、うん、ここから不調とかね、まあ、亀井先生が感じているように、うんうん、トキさんもうわちょっとなんか膝が痛いとか肩こりがやばいとかっていうのが今後増えていくかもしれない、うん、その時にやっぱり食生活をもう一回見直すとかね、うん、はい、絶対その内臓であったりも退化していくわけですし、食べるものをチョイスするっていうのは、うん、まあ、今後ね健康に過ごしていくためにもきっと重要なことですので、そうですね、まあ、全然ラーメンが悪いとか何が悪いって全然否定するつもりはないですけれども、うんうん、まあ、今一人でやっぱ住まれてますし、そうですね、マッスルグリルちょっと一緒にやってるので見ていただいて、あ、もちろんです、はい、うん、今日1個本持って帰ってもらう。あ、そう、レシピ本を、はい、でもレシピ本僕もらってるんで。あ、大丈夫です、はい、じゃあもう切符は手に入れたわけ。炊飯器はありますか。一応あります、ね、あ、じゃあ完璧ですね。やっぱり運動はね、1日1時間はやっぱりやるべきだと思うんですよ、はい、うん、それは運動嫌いな人でもやるべきだと思ってて、歩くとかでもいいですか。そうそうそう、はい、何でもいいの。なんかやっぱ体を動かすように全てのホルモンができてるっていうか、体を動かさなきゃ出ないホルモンばっかなのよ、はい、でその動かさないってことはもうそっからなんか狂い始めちゃうんですよね、やっぱり。だから動かないといけないですよ。昔有名なジャガ藤沢っていうのがいたんですけど、はい、そいつが言ってたのが有名じゃないです。動こうと思っても動けないからまず動けっていう、もういいから外に出ろみたいなことを言ってたんだけど、はい、まあ俺もそうだと思いますね、はい、要はもう動こうと思ったって動けないじゃないですか、うん、だからもうなんか動くんですよとりあえず。
うん、ちょっと難しいですね。動くは共に動く。そう、あの例えばあれですよね、ジムに行こうとかそういうことじゃなくて、まず一旦外出てみようぜみたいな感じですよね。だから俺そのジム行くのが億劫な人によく言うのが、とりあえずストレッチしに行ってみましょう、ジム、うん、そうすると絶対なんかして帰るんでっていう、そういうなんか理由をつけてあげる。コンビニとか行くじゃないですか、うん、はいはい、今日はちょっと遠いコンビニに行ってみようとか、うん、今日はスーパーで買い物しようっていうと、コンビニより広いじゃないですかスーパーって、うん、だからやっぱ歩くんですよね少し、うん、だから俺は結構スーパーに行くか、それから肉や魚や、野菜屋って言って回ってもらう。本来の昔の買い物って専門店に回ってたんですよ、はいはい、そうするとすごいぐるっと回るんですね、うん、でそれで結構運動になるんですけど、スーパーができちゃったりコンビニできちゃったりしたせいで、まあ、車で行ってちょこっと歩いて買い物できちゃうようになっちゃった。ネットスーパーとか超便利ですからね。もうほんとそうだね。土地だからマジで、はい、だからそういう習慣はどうですか。なるほど、肉屋に行ってみる、酒屋に行ってみるとかね。確かにその、はい、一個一個回るといいかもしれないですね。歩いてる時っていうのは実は一番無心になれるんですよ、うんうん、でそこで脳がリセットされて、はい、新たななんか生まれるかもしれないしね、うんうんうん、マインドが確かに、うん、はい、それもあるから動こうよっていうことをジャガが言ってたんですよ、うん、というわけで、ね、はい、まあ、そういうなんか、うん、まずはそこからやってみよう。そうです ね、はい、はい、肉や魚や、はい、八百屋、はい、行ってみーっつってごめんなさい、いいっすか、話しちゃった。